愛媛美味しいもの巡り。道の駅天空の里三三熊高原町の紹介をしていきます。三坂道路ができてから熊高原近くなったわね。ドライブにもちょうどいい距離ね。道の駅天空の里三三があるわね。広い道の駅やけんいろいろありそうやん。よう来たな。休んだらいいわい。熊高原のふるさとの料理食べとうみ。熊高原は澄んだ空気水に恵まれとってな、その中で育ったお米、お茶、野菜や果物はすごいうまいんぜ。ほんとよう来たな。私ら嬉しいわい。ゆっくりしといきや。天空の里レストランさんさん、愛媛県上宇品郡の熊高原町にある国道33号線沿いにあるバイキング形式のランチを提供してくれているお店です。なんともずらり美味しそうな食材たちが並んでいますよ。野菜は近くの農家さんたちが育てたものが並んでいます。唐揚げやかき揚げなども味付けが秀逸です。よもぎうどんなんかもここの名物で何回でもおかわりしたくなっちゃうんですよね。そしてトロトロに煮込まれたカレーが何とも言えないんです。よもぎうどんは湯を切って自分で作るスタイルになります。デザートもありますよ。季節のフルーツやシフォンケーキなどが用意されています。人気ですので待つこともあります。他にも様々な施設があるので楽しんでみてください。天空の里さんさんの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。